あ、ナディンが教えてくれてるよ。ああ。まあ、結局、父の遺伝なのかね。空いてるわ。ん？あ、ほんとだ。ああ、また汚れちゃったよ。あ、どこに行けばいいの？あっち？ここから先は何もなさそう。そうすると、ここじゃない？正解。ああ、また汚れる。まあね、なんだかんだ。お父さんのためなのかな。山の近くだな。なあね。はい。ということで、まあ、まだちょっと帰りに戦闘があるかもしれないので、近くまで降りてからね、閉めますか。なんでアサーブが牙を追ってたのか分かったよ。金目当てなんだろうと思ってた。牙を使って人を操るつもりなんでしょう。役人たちをつる餌にして。いつの時代も同じね。話は進んじゃったよ。前にもあったのか。ええ、そうよ。若き王がペルシャ軍に負けて以来ずっと、みんなこの土地もろとも手に入れようと躍起になった。依頼はただのトレジャーハントじゃなかったっけ。そうよ。アサーブは好きにさせておけばいい。気にすることないわ。私も戦争にはまってた時期があったよ。確かに。でもお金のためでしょ。大抵は。アサーブとつるんでた時は 金目当てだったけど、割に合わなくてね。残念。でも組んだの。名声を築きたかったんだよ。なら底辺から始めようってね。あとは登ってくだけだものね。はい。ということで、特に戦闘もなかったんで、まあいろいろと2人の過去も知りつつ、2つ目の、あ、なんかチェックしてある。お、じゃあ俺がさっき見つけたやつも言っといた方がいいか。ここは綺麗だね。インドに来るのは初めて？おう。この仕事の唯一の特典は旅行ができるってとこね。いろいろ行った？数えきれない。だったら行ったことない国は？アメリカには行ったことない。本当に？ええ、大抵古いものを探してるでしょ。アメリカ建国はたった数百年前よ。なるほど。あなたは行きたい場所ある？アイスランド。いいじゃない。綺麗なとこよ。静かごめんそう。ね。ああ、ちょっと話の途中すみませんね。ここでなんかさっき、わあ、虫。ここでなんかさっき見つけた。あ、潜ったらなんかあるとか。潜れんの？あ！おい、何ここ。え、息いつまで続く？危ねえ。はい。誰かがかなり時間かけて隠したのね。アヒル。ゲットしました、アヒル。お、これは超ファインプレーじゃない。ああ、なんかこう見ると綺麗だな。あぶね、海の中怖すぎる。いつ窒息するかわかんない。まあ、いっか。ん？どっちから来たっけ？なんかこの光ってる方から来たんだっけ？あ、違う。早く戻って。こっちまで窒息しそうになるんだよな。はい。あった。よー。どうだった？またコイン発見。それ牙と関係あるの？多分ない。ないのかな、本当に。ということで、西ガーツ3かな、弓の砦を無事クリアしました。これはもうさ、この前と比べて格段にレベルが上がってる気がする。ということで、次のこの
まあ、そのルート通りまっすぐこの斧に向かいますけど、斧もサクッとクリアできるんじゃないかなと思います。で、この謎の滝が出てるってことは、はてな。もうクリアまで、なんか、ダウンロードコンテンツだし、あっという間なのかな。まあ、そういうことで、また、次回も楽しみにしててください。物語も盛り上がってきたんで、一緒に楽しみましょう。じゃあ、またよろしくお願いします。